まずは富樫です。ものすごい大歓声で入ってきました。日本代表ポイントガード、千葉の誇る司令塔です。そして先日39歳になりましたが、207センチのビッグマンは今日もスターター、竹内ジョージ。平均18得点 10.8 リバウンド。今日はムーニーとインサイド、ジョン・ムーニーリバウンド。守備がいい原が橋本についていましたが、スピードで振り切って、あっという間の、ジョン・ムーニー球してこの位置でのピックアンドロール。富樫それを打って右のウィンカースリーポイント。ここですよね、ちょっとした隙の部分のところを見逃さないですよね。打つべきところをしっかり打って決めてますからね。途中から出てきます、西村スイッチしています。そしてここもかいくぐってのムーニー。どっちのサイドにボールが流れてもピックアンドロールがきっちりと始まるんですよね。千葉が取ります。ついていくのね。金塚ウィンカーでスリー。金近このクォーターだけで2本目。いいですね、こういうのどんどん続けていきたいですね。まずね、すぐにの反撃で中で勝負に行きます大倉。そしてクッズ取ってダンクセーブ。ちょっと惜しかったですね、ここも決まってなかったというのがありましたから、やはり決めてくれる選手というのを模索しながらね。そしてゴールした、ステファイザーク。早いですよね、動き本当にそつがないですよね。いや本当ですよね。カロンやろ、うん、これを見て、でもアイラブラも奪った。しかし、なんと解消した。いいフォローでした、ダンク。今シーズンは6ダンクしたこともあるショーン・ロング。日本代表に継続するために大きなアピールになるかもしれません。金塚です。さあ、ゴール下で勝負に行くフローターだ。ああ、鈴木。いいですね。はい。しかし、今のような形で動きたいですよね。はい、ここでもらって、トがふわっといる。ショーン・ロング、ここから仕掛けば、ダンク。いいですね、はい。カロンヤロ、ここで中に寄せておいてパス、竹内飛ばしておいてからの中で勝負に行くアタック。あ、そう、エノロングの得点さらに戻しましょう。ディフェンス頑張ってね、マイボールに仕切れてるあのエースが増えてきてますんでね。ピックアンドロール、富樫、ここからムーニーバンク。再び千葉に流れが行きそうなところ、ハマーが取り返しています。千葉は20点差などキープしていきたい。まだ20点差以下。どうしよう、あ、そしてスリー。やっぱり来るんですね、こういうところでね。さすがですよね。第4クォータースタートから立っています。で、ゴール下でもらってルーフ。ですよね、前半よく見てましたね。避けまして、ここはゲームが終わります。大阪の選手もディフェンスには行きません。2秒1秒、タイムアップ。20点差つけまして千葉ジェッツ、大阪へ別荘を下しました。